足していくとぐぐっと金の方がぐっと沈み込む感じですね。はい、アルキメデスの原理説明モデルです。まず最初に全体像を紹介しますと、こちらの大きなペットボトルですね。これはただの水を入れてひっくり返らないように支え台にしてるだけです、ね、ペットボトルの上にこう割り箸でテープで留めてありますね。割り箸をテープで留めました。そしてこちらステンレスのワイヤーで、こうクリップが2つついてるんですけど、それぞれにこの金属をですねぶら下げるわけですけども、こちらがアルミホイルを叩いて固めたものです、まあ、コイン状にしたんですけども、ね、どのぐらいの重さかっていうと大体4グラムぐらいですね。こっちはちょっとびっくりなんですけど、これは金貨です、ね、あるところから、ちょっと借りてきました。本物の純金ですね。こっち重さもあまり公表しない方がいいと思うんですけども、25グラムもありました。ちょっと手が震えちゃうんですけどね。大きさが大体同じぐらいなんですけども、重さが全然違うので、これストロープラスチックのストローなんですけど、プラスチックのストローも最近珍しくなってきたんですけども、クリップで留めたら、まあ、普通重さを比べたらですね、当然金の方が重たいわけですけど、バランスが取れるようにですね、体積はほとんど変わらなくて、まあ、大体同じで、この重さのバランスが取れるように、このストローの支点をコントロールして大体バランスが取れるようにしてあります。でこっち側の白いストロー何かっていうと、これが後でこう動いたりするんですけど、その動いた場所をこう見やすいようにストローをこっちに伸ばしてるだけなんですね。で今こうバランスが取れてる状態で、これちょっと黒い線ありますけど、これ無視してください。この辺のところを刺してたよねっていうことでマークしとくっていうんですか、マーキングですね、だと思ってください。この白いストローとガムテープのこの位置関係をちょっと見といてもらって、はい、その次に、これはアクリルの水槽なんですけども、この状態ですね。もう一曲変えるかな、まあ、全体像としてはこんな感じになりますね。ちょっとずれちゃいましたね。ちょっと視点がずれちゃったみたいなので、もう一回ちょっとやり直します。ガムテープの位置も調整して、たまたまこの黒いサインペンって書いた線のところに来てますけど、まあ、たまたまということですね、はい、この後こちらの水槽に水を注ぎ入れると、そして2枚の金属板がこう水に触れてきますよね。そうした時に、どちらかが浮力が大きければ、そちらの方がこの浮力が高い方が上に上がって、そうでない方がこう下に下がるというようなことが起こるということですね、はい、じゃあこちらの白いストローの位置をちょっと見といてもらって、はい、水を入れます。金属2枚の金属ですね、水に浸されて、はい、こんな感じですか。あんまり入れすぎちゃうとクリップのところにぶつかってしまうとね、浮力が変わってしまうんですけどね。今こう見てもらった通り、このストローがこの白い部分がぐんと下に下がったのが分かるかと思います、ね、こちらのホイールの方がですね、アルミニウムの方がその分浮力を受けて、まあ、密度が小さいので、まあ、比べるもんまでもないんですけどね、金の方が密度が大きいのでその分浮力を受けにくいということが分かるかと思います。ヘブレーカーってやつですよね、はい、はい、それではもう一度やり直してみます。水を入れます。
していくとググッとやっぱり金の方がググッと沈み込む感じですね。はい、先ほどストローのこの白いストローですね、このガムテープのこの型の方に下の方にあったんですけども、ぐんとこう下の方に、沈み込んだ感じが分かりますね。シンプルなんですけど、なかなか金を使ったあの演じ実験でできないもんですから、撮影して記録に残すことにしました。